なんだ？すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空間島はまだマシに見えるぜ。僕たちの出番だね。これで組み合わせも久しぶりだね。ライザか。よ。ランバー、久しぶりにボースと仕事できて嬉しいんじゃない？まあね、ボースさんに不在の間に変わったこととか説明する役目をもらってさ。確かにこれ以上ない。どうしたのボース？実はモリッツさんがせっかく帰ってきたボースさんを話したがらなくてさ。実はって、それでフルークスターの方だったかな、貴族のお嬢さんとの縁談をそれとなく進めたんだ。ああ、結婚して島に腰を据えてほしいと有力で、ボースは断ったと。よくわかったな。もう取り付く島もない断言でさ、その反応にモリッツさんがすんげー焦って聞いたんだ。まさかシュタウトのあれと心に決めているのではなかろうなって。ん？シュタウトの？もちろんボースさんはそれは絶対にないって同じくらい断言して、今ここに逃げてきたってわけだ。こら、ボース！何が絶対にありえんなのよ！そういうとこだと思うんだよな。ボース、どうしたの？あ？あ、何？外の店で食事したと。村の中では割といいお店多いんです。そのようだな。ま、おそらくうまかったはずだが、いや、そもそも食べたかどうかもよくは。どういう状況なのよそれ。はあ、初対面の見知らぬ女と同席してよくわからん話に。そう、私だったらそんなの全然気にならないし、バッチリ楽しむ。この能天気な性格が羨ましいぜ。それは失礼じゃない？うん、なんだかよくわかんないけど、ボス。
サルドニカは100周年ですが、二人とも何やってるの？このクソガキが急に絡んできやがったのさ。今さら真面目な話があるだと？このクソ親父、何一つ本気で向き合いやがらねえ。だからギリギリ通じる。帰ってきた時はそ知らぬふりしといて今さらか。手前がってバカ。あんたがそれを言うのかよ。俺にも心の整理をつける。だから知ったことかって言ったぜ。一応は俺の親だろうが。ちゅ、いつまでもピーピーうるせえ。いい加減黙。二人ともやめ。こんなもんかよ。昔の俺に言ってやりてえぜ。本気で挑みは5回に。真面目な話って言ったが、別に俺が話すんじゃねえ。ほんの少し前、偶然旅先で出くわした。確かに渡したぜ。もうすぐ俺はまたライザたちと旅に出るが、今度帰った時また知ったことかなんて抜かしたら。ライザ、行こうぜ。うん。島ができた時から数えたらもう何百年と経ってるはずだね。歴史はそこが見えませんね。ここでいいの？俺も使えるのか？フェデリーカ、こんなところで何して。ライザさん、あ、いえ、と考え事って。そちらは二人がうまくやってくれているようです。考えていたのは、フェデリーカ、ちょっと付き合ってくれるかな。はい。ちゃんと私たちのことを説明できる場所、きっと驚くよ。って感じで、私たちは故郷を救ったわけ。何を言っていいのか分かりません。錬金術、説明が乱暴だったかな。脅かすつもりはないんだ。ただ話じゃ分からなかったと思うけど。怖いだけじゃない、ワクワクする冒険でもあったんだ。それで今新しい冒険に当たる。私はフェデリーカのことをそう思ってる。ライザさん、あの宮殿に入ることができたのも新しい仲間のおかげ。まあ、ありがとうございます。ライザさん、私も仲間としてできることで、そしていつかライザさんの言われるワクワクする冒険を一緒に感じ。きっとすぐそうなるよ。改めてよろ。はい、こちらこそ。ねえ、どこに行くのさ。ここでいいの？森の中は苦手です。どこも同じに見えてわからなく。
フェデリーカ、何か考え事を。皆さんのおかげでサルドニカの諸問題は整理されたわけです。新たな感情。はい、私もガラスで何か町の問題などに関わることが多かったためにしばらく、できればこれをガラスで作るのかと思うよ。ガラスで何かを作るの素敵じゃない。でも変わったものってなんだ。それがいいものが思いつかないのです。ただ綺麗なだけ。そうだな、じゃあガラスの靴ってのはどう。いやそりゃ無理だろう、砕けちまうぜ。それにもしや、それよりガラスの秘密基地ってのはどうだ。当然割れないくらい分厚く。ガラスだと中が丸見えで秘密基地にならないと思うよ。それなら楽器。それはちゃんと使えそうだし危なくもなさそうだし。ガラスの楽器面白そうです。それじゃあフルートは。弦とかもないから全部ガラスだけで作れるんじゃないか。ガラスのフルート、ありがとうございます。やったね、どんなのができるか楽しみになってきた。どどこに入れよう。入れる場所は何作ろうかな。材料はレベルアップ。入れる場所は何入れようかな。レベルアップ。入れる場所は何入れようかな。まだまだすごくなるかも。材料は何入れようかな。どこに入れよう。鍵の出番ね。鍵の力期待してるよ。入れる場所は何入れようかな。材料は何入れようかな。考えすぎかな。何入れようかな。レベルアップ。マテリアル感解放。どこに入れよう。こんな感じかな。よし、行け。
何作ろうかな。入れる場所は何入れようかな。レベルアップ。入れる場所は何入れようかな。レベルアップ。なんか変わるかも。入れる場所はどれにしようかな。こんな、よし、いけ。どれにしようかな。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は何入れようかな。どこに入れよう。まだまだすごくなるかも。レベルアップ。材料はまだまだすごくなるかも。何入れようかな。材料は何入れようかな。入れる場所は何入れようかな。入れる場所は何作ろうかな。何作ろうかな。何作ろうかな。レベルアップ。入れる場所はどこに入れよう。入れる場所、何入れようかな。入れる場所はどこに入れよう。材料は材料は材料は入れる場所は何入れようかな。まだまだすごくなるかも。レベルアップ。入れる場所はレベルアップ。鍵の出番ね。の力、期待してるよ。何入れようかな。まだまだすごくなるかも。よし、行け。
何作っ、どれにしようかな。これも再利用よね。入れる場所は、何作ろうかな。入れる場所は、材料入れる場所はレベルアップ。まだまだすごくなるかも。なんか変わるかも。材料はどこに入れよう。何作ろうかな。何入れようかな。材料は、入れる場所は、何入れようかな。材料入れる、何入れようかな。マテリアル缶開放、マテリアル缶開放。材料は鍵の出番ね。考えすぎかな。鍵の出番ね。何入れようかな。入れる場所は、こんな感じかな。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所はレベルアップ、レベルアップ。入れる場所は、材料は、入れる場所は、マテリアル缶開放。材料は、考えすぎかな。
材料はレベルアップ。いる鍵の出番ね。考えすぎかな。何入れようかな。材料は何入れようかな。レベルアップ。入れる場所、材料は入れる場所は何入れようかな。鍵の出番ね。鍵の力期待してるよ。入れる場所は何入れようかな。レベルアップ。まだまだすごくなるかも。よし、いけ。何作ろうかな。入れる場所は何入れよう。考えすぎかな。何入れようかな。マテリアル缶解放。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所、材料は材料は入れる場所、入れる場、鍵の出番ね。鍵の力期待してるよ。どこに入れよう。入れる場所はなんか変わるかも。
よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は、入れる、何入れようかな。何入れようかな。レベルアップ。入れる場所は、の出番ね。鍵の力、期待してるよ。入れる場所は、何入れようかな。何入れようかな。何入れようかな。どれにしようかな。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所はどこに入れよう。入れる場所、何入れようかな。何入れようかな。材料は、入れる場所は、何入れようかな。レベルアップ。考えすぎかな。入れる場所は、材料は、何入れようかな。鍵の出番ね。考えすぎかな。鍵の出番ね。鍵の力、期待してるよ。どこに入れよう。入れる場所は、材料は、いいか、よし、行け。
何作ろうかな。どれにしようかな。どこに行くの？ここでいいのか？王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。これで ここでいいのか。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空剣島はまだマシに見えるぜ。発見。よいしょ。さあさあ、集めちゃいましょうね。なかなかいい大きさじゃないか。そういえば、ボスがモリッツさんに縁談をし進められてるらしいんだよ。有力者の家に生まれると大変だよね。そうなんだ。え、嘘。まあ、でも、それで断ったよ。あ、そうなんだ。ライザも知ってると思うけど、かなり忙しいし、でもやりがいもあるし、仕事の方が優先。なるほどね。それにしても私ちょっと思うんだ。結婚しなければならない、一人で生きてる女性だって世の中にはいくらでもいるでしょ。そういう生き方も選択肢の一つとし、はあ、でも本当はね、まだライザとこうしてクラウディア今だって仕事休んでこうしてこっちに来てるくらいだからね。空剣島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。ライザなら有効活用してくれるよね。ワクワクするよね。とりあえず集めておくか。よっ、見つけた。いいもの手に入るかな。集めておこう。Thank you.
これでいいかな。これも使えるのか？すぐ近くだ。どんな素材もむ。へえ、ルベルトさんからお手紙？今は対象をクラウディアに任せて。大げさすぎるよ。紹介は今、お父さんが故郷で運営を総括して。なるほど、運営を総括で管理なんだね。手紙はお母さんの容態は安定してるから心配せず好きにします。合流する前に少しの間ライザと行動しますって確認。さすが手回しな敵。お父さんがついてるって、お母さん本当に大丈夫？私との旅で長く会えなくなったりしてない？大丈夫。容態って言うから大変に聞こえるけど、お母さんの様子はずっと。お父さんが一緒にいるのはライザのおかげ。え？あの時ライザが私たちをもう一度も、お父さんも私も遠慮なくお母さんのことを話して、どうするかをお互いに相談で。それこそ大げさだよ。私が手助けしたとしても勇気を出したのは。勇気？ん？どうかした？ねえライザ、錬金術って物を作るだけなの？え？あ、今の話は忘れて。ちょっと。なんだかわかんないけど。いつでも続きをどうぞ。ライザ、気遣って考えて遠慮もして、でも言うべき時には言ってくれるんだよね。うん。なんだ？あそこ人がいますね。クラウディアのところに入り浸ってると。おかしな。ライザはいつも忙しく走り回ってるから、それくらいでちょうどいいんだよ。はい、オートより一通即便で届いております。持ってまいりますので。ありがとうございます。いや、二人ともいたんだ。こんにちは、タク。聞こえちゃったけど、オートと手紙のやり取りというと、相手はパトリツヤ。オートからの側便は多分ね。
そろそろあれの。あれ？そっちよりも僕の方が側瓶を出しに来たんだよ。ボートの知り合いって？うん、ボスと相談してさ、オートで例の本にあった竜の風。真面目な話だったんだね。いいよ。クラリア、僕らが旅に出た後、空剣島に届いた手紙は。分かってる、ちゃんと転送。側便の手配をいたしました。オートから届いたものはこれです。はい、ありがとうござい。うわ、分厚い封筒。さっきの件なわけないし。パティからだけど。さっき言ってたあれってやつかもね。両方って何？ごめん、どうしちゃったんだろう。さあ、一通りみんなの様子は見れたかな。一度家に戻ろう。どこか行くのか？ここでいいの？小妖精というが実際魔物なんだよな。紛らわしい名前の付け。向かいますか？なんだ？王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。これで。なんだ？空剣島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。の畑を増やしてるんだ。島の外に高値で売れるからね。うちはそれほど変わらないけど。昔は空剣フルーツなんて道端に生やしておけって扱いだったのに。知ってる眺めが変わるってなんだか寂しいね。これから先。これから先ん？お前はどうするって。どうもか。そういうことじゃなく、ライザの言うそれは。ごめんください。あれ、クラウディアだ。夜分にお邪魔してすみません。いいえ、いつもライザが。もうそういうのはいいから。用事というよりお知らせかな。それじゃあ。うん、一晩休息して出航は明日の朝。そっか、それじゃあ。今夜の食事はライザを送り出す会に変更だね。バレンツのお嬢さんもご一緒にどうです？いいえ、すごく嬉しいです。この子の旅先の話を聞かせてもらえません？私ちゃんとやってるよ。うん、ライザは旅先だと。そろそろ港に船が着いてるはず。よし。なるほど。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空剣島はまだマシに見えるぜ。みんな、なんだか旅立ちも慣れてきちゃった。
クラウディアやレントにはこれだからって何も感じないわけじゃねえぜ公共。うん、だから旅立ちは楽しいもの。お土産をも、まあ今度の旅の目的はあの二人を探して聞けることを聞いてとっとと今今。それじゃフォーレまでアンペルさんと。昔の空剣島と比べてもすんげえど田舎だな。普段ならこんな大船は寄港しない辺境の里ですから。空剣島の照りつける暑さと違って蒸し暑い感じがするね。ちょっとだけ地図を見たけど広大な森林と湿地帯があって。こんな場所まで調査に来たのか。相変わらずだ。ペルさんはライザさんのお師匠様という話でしたよね。大丈夫でしょうか。あの二人なら大丈夫だよ。きっとずぶとく過ごしてるはず。そうだね。ま、当たるだけ当たってその反応で状況を探ればいいさ。さすが、こういう時は頼りになる。どうしたタオ。ほら、あれ見慣れない道具が。さすがタオ、細かいところにも気づくな。こんな土地にしては随分と高度。錬金術か。どうだろう、調べてみないとわかんない。とにかく二人のことを聞き込みしてみよう。待て、よそ者、どこに行く気だ。どこと聞かれると困るな。ここは初めてなんだ。お前こそ怪しいよそ者を見つけてやっつけるのが俺の役目だ。私たちは怪しいものではありません。黙れ。俺が怪しいと思ったから。そんな無茶苦茶。こいつは話したいんじゃなく腕っぷしを見せろって言って。いいよな、ライザ。お好きにどうぞ。よし、じゃあやるか。よう少年、俺が勝ったらフォーレって場所に案内して。勝てたら。ディアンが負けた。あの暴れん坊が。こんなもんでどうだ。わかった。あいつ話を聞いてみるか。約束は守る。フォーレの里は北だ。ついてこい。随分と話が早いですね。これで手間が省けていいじゃねえか。どんな素材も無駄にならないからね。とりあえず集めておくか。集めておこう。これも使えるのか。ティアー。
いいもの手に入るかな。よっ。ライザなら有効活用してくれるよね。とりゃあ。さあさあ集めちゃいましょうね。会場成功ですね。石はかさばるし重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。からオートで特訓とかしてたわけ。ボースが島に戻ってきてからその辺あんまり詳しく聞いてないけど。別に強いて言えばお前も知ってる通りオートの物価の高さにずっと苦しんでいたわけだが。ああ、その辺の悩みはボースだけじゃないね。僕やレントもずっと苦労したよ。商売したりしてるわけじゃないからな。所詮はただの学生だ。島の生活だとそういうことで悩むことってないもん。で俺も学園にいたから論文が、金がないから働く必要もあった。そこで今まで以上に短期間で身入りのいい仕事をやることにした。というと？魔物退治とか金持ちの商人の護衛とかだな。平たく言えば俺は最初はやめといた方がいいって言ったんだぜ。結局僕らも巻き込まれる形で。仕方ねえだろ、力仕事くらいじゃ。と今さら言ってもしょうがないけど、モリッツさんにでもお願いすればよかった。それは嫌。ボスってつまんないところで妙な意地張るよ。うるせえ。だがそのおかげで魔物と対峙しても人並み程度には。ま、結果オーライってとこだな。想定外のことがあったとすれば結果として。敵です、注意してください。よく頑張ろう。行きます。そりゃ頑張ろう。クラギア2投で決める。待ってください。あ、
わかりました。誰か作れるかも。二刀で決める。大盤振る舞いよ。これでどう。ただの扇と思わないでくださいね。きっと守りが集中攻撃で倒せるかも。生きれるか、やったな。けど無茶はすんなよ。開けられたな。みんな、敵よ。頑張ろう、クラウディア。とりゃー、頑張ろう。貴様を切る。これで、わかりました、ライザさん。見切れるか。これでおしまい。ライザ、僕は任せる。連続攻撃。お前らにもお裾分けだ。今の鍵が作れるかも。一刀で見切れるか。連続攻撃。一匹やっつけた。やったね、ライザ。貴様を切る。決めなんだよ。わかりました、ライザさん。やれないんだから。よし、今の行けそう。やったね、ライザ。行きます。もっとあげるよ。これで終わりだ。今なら鍵が作れるかも。これで抜かすよ。こっちだ。連続攻撃。一匹やっつけた。やったな、ライザ。ここは任せる。行くぞ。行くぞ。これで。うわぁ、れないんだから。行けるか。クリスタの履歴を力を貸して。あたしたちの勝ちだね。それそれ。敵のお出ましだ。気をつけろ。行こう、ライザ。クラウディア、一緒にやっつけよう。行けるか。やれないんだから。行きます。叩いて。まずいな。わかりました。何かしなくちゃ。ここで。ライザ。行け。ここは任せる。行くぞ。やれないんだから。いや、いけてますよ。今ならいけそう。ライザさん、お見事です。叩いて。お前らにもお裾分けだ。今なら鍵が作れるかも。叩いて抜かすよ。人の待ち連続攻撃。いいと。一匹やっつけた。はい、決めますよ。それ一刀で決める。やれないんだから。丸焼きよ。今なら鍵が作れるかも。見切れるか。よし、今
ならいけそう。やったね、ライザー。くらえ。よいしょ。砂を切る。浮かすよ。連続攻撃。めちゃくちゃ。これで。大丈夫だよ、フェデリカ。私が行くよ。みんな気をつけて。何か来るよ。せーの。行くぞ。ダメ。よし、こっちは倒したぞ。私が行くよ、トウ。すごいな。僕、負けちゃいそうだよ。どうだ。見切れるか。燃えろ。任せて。まだまだ。勝ててよかった。一度体勢を整えましょう。見つけた。これ全部菜の花ですか。すごい量が広がっていますね。ちゃんと人の手で管理されてるみたいだね。あ、発見。メモとか残してないのか？よし、こんな感じかな。ここの漁師は昼も夜も関係ないらしい。ま、賑やかでいいと思うがな。これでなんとかなってよかったです。集めちゃいましょうね。いいもの手に入るかな。それ。どんな素材も無駄にならないからね。とりあえず集めておこう。とりゃあ。とりゃあ。ライザなら有効活用してくれるよね。ちゃあ。これも使えるのか。どこに行こうかな。ついてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか。